マイベーカーは、ラクダによる日本の漫画。ウェブコミック配信サイト、g ーンラインにて、2018年5月4日から2019年6月28日まで、各週金曜日に連載された。全15話。街のパン屋、ベーカリーミミイを舞台に、パン作りに情熱を注ぐ店長のミミコと、新人バイトとしてやってきた、青年、北の恋愛模様を描く。2020年7月から、 マイラブマイベーカーのタイトルで元カリやユイカ主演によりテレビドラマ化及び配信。小岩ミミコは祖父からベーカリーミミィを引き継ぎ、春をはじめとする女性スタッフと共に毎日忙しく働いている。見かけのイメージとはかけ離れた過酷な職場環境にバイトがなかなか居つかないため苦労していたが、ある日バイト募集の張り紙を見て応募してきた。 北カオルが初の男性スタッフとして加わる。北は以前養殖のコックをしていたため飲み込みが早くすぐに店に馴染んでいく。実は北は学生時代にこのパニヤに通っており当時からミミコに恋心を抱いていたのだ。ミミコも口には出さなかったが北のことを覚えており二人はお互いを意識しつつもなかなか一歩を踏み出せないでいる。 そんな折、ミミコと北との仲を聞きつけた、ミミコの兄であり、ベーカリー、ミミィの社長でもあるヒロが、活動拠点である海外から、わざわざ様子を見にやってくる。マイラブマイベーカーと題して、2020年7月から、関テレ、メ、テレ、テレ,テレビか長場で、放送のテレビドラマ、主演は、元カリアユイカ。映像配信サービス、ヒカリ TV、DTV チャンネルでも配信。 全12話。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。マイラブマイベーカーに関するカテゴリ。ありがとうございます。